中央官庁に就職されて、順調にいろいろな任務を果たされて、昇進されていって、その中で、やっぱり官僚だからできたとか、やっぱり官僚になってよかったなって思ってきて、やったことって多分たくさんあると思うんですけど、その中で、一番心に残ってるものを教えていただけますか？いろいろ楽しかった思い出いっぱいあるんですけど、僕はね、やっぱりね、鳩山邦夫っていう面白い政治家の秘書官ができたのが一番楽しかったかな。9ヶ月だったですけど、あれはものすごくやっぱり生き方とか、すごい影響を受けたような気がします。生き結構方なんか誤解受けがちなんですけど、やっぱりものすごく頭いいし、ものすごく周りに気を使うし、で、やっぱりもうだんだん少なくなってる、本当に古き良き政治家の方だったんですよね。まあもちろん資産家なんでお金に困ってないっていうのもあったんでしょうけど、あんまり結構おおらかで、で、意外とご飯連れてってもらっても大体 B 級グルメでですね、そんなにだからお金持ちな、ジャブジャブした食生活してるわけではなくて、まあその割にあんだけ太ってるっていうね、なんかまあ不思議な方だったですけど、まあ良かったです。やっぱり何ですかね、やっぱり人に対する気遣い、気配り、もう本当に繊細さみたいなところはものすごい勉強になりましたね。なるほど。なんか鳩山邦夫さんって、多分昔、あれ、選挙区があれですよね、福岡で、小総裁で福岡県の浮橋にそう、なんか浮山行っ選挙て区て、です。で、そこの行った、なんかその、なんか民宿でレストランもやってるところに行ったら、鳩山邦夫さんの、かな、鳩山県もなんかやっぱりなんかその額みたいのがあって、あ、この辺、こんなのあるんだ、多分友愛とかそういう感じだと思うんですけど、したら、あ、ここ選挙区なんですよとか言われて、そうなんですよ。だから今でも、それも多分2年前ぐらいだと思うので。僕もだからその政治家としての鳩山邦夫は晩年しか知らない感じなんですけど、だから彼はもともともう政治家的には4世なのかな。もう要するにおじいちゃんが総理大臣ですね、鳩山一郎さんでしたっけ。で、さらにそのお父さんが政治家やってて、本当政治家一家で、まあ、比較的やっぱりもうご先祖名家で、もともとあれなんですよ、地盤はね、東京都だった。文京区、中央区、台東区、そのあたりが昔の選挙区だったんですね。なんだっで、け、結都知事選かなんか出たから変わったんです。構、都知事選出たり、一回自民党何度か離党してるんですよ。で、都知選、野党行って都知選って戻った時の復党の条件で、当時、もともとね、中選挙区時代は同じ選挙区に自民党のもう一人先生がいたんで、で、それが小選挙区になって、そこの選挙区からもう出られると自民党2人になっちゃうから、そこの選挙区で戻ることはまかりならんっていう、まあなんか多分党内のそういう事情があって、で、どこに選挙区しようって言った時に、実はおばあ様かな、ブリヂストンの、創業家の、娘さんなんで、石橋家の、娘さんなんで、ブリヂストンの、本拠地っていうのは久留米にあるんですよ、福岡の。そうですね。で、久留米を含む福岡6区ってところに選挙区移してっていうことでですね。だそのあたりはね、結構、ご自身はずっと長いこと、選挙区をすごく大事にされてた方なんで、僕がもうだから秘書官にしたときは福岡が選挙区だったんですけど、やっぱり自分、昔の選挙区に対するものすごい強い愛着っていうか、やっぱりなんか寂しさみたいな、なんか言葉の端々に感じましたね。